8月1日から3日間取手夏祭りが行われました。1日と3日は本陣通りが夕方車通行止めとなり、大勢の人でにぎわいました。仮設の神楽殿が作られ、江戸里神楽が演じられました。ダンススタジオ AZ のストリートダンスもありました。Thank you.